このコーナーは静岡県広報課がお送りします。 さあ今日は第二火曜日です。スタジオに川勝知事をお迎えしました。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ます今日はあの本題に入る前にまずあの昨日中部電力が国の要請を受け入れてあの浜岡原発全面停止と決めた、えー、このことについて知事はどのように評価されているのかこの辺からお聞きしたいんですがこれは苦しい決断だったと思いますね。三、えー、号機は動いてなかったんですよね。はい、でこれはまあ。 すぐに動かす状態じゃなかったわけです。で四号機五号機を動いていたでしょ。で四号機五号機をこれを止めろというふうに首相が言われたんですね。まあこれはあの要請です。命令とか指示とかではなくて要請をされたわけですね。まあしたがってこれをしるどけることもできたわけです。でそれでは中電はこの四号機五号機について何か法律上違反をしていたのか、あるいは三月三十日に もしも電源を失られたらどうしたらいいかということでこうする、ああするということで全て全部したわけですね。にもかかわらず今、稼働中の4号機、5 9も止めるように要請するとこう来たわけですねですから苦しかったと思いますよ何の悪いこともしてないのに中長期的にいつ、東海地震が起こるかわからないとこれは昔から言われていたけどそれを今止めなさいと。 いうふうに言われてそれで、わずか4日間でですね6日から9日の4日間で止めますとやはり住民が不安に思われているということを思うとこれは止めざるを得ないとでそして中長期的に本来取るべきえ安全の対策まあ津波が中心ですけれどもこれに対してきっちりそれをするというふうに言われましたねまあでですすから私はあの中電のですね。 あのこういう姿勢に対してえ感心すると同時にですねまあ彼らの立場に立ちますとえ本当につい決断だったと思いますけれども取締役会でおそらく激論があったに違いないと思うんですがでしかもこれは赤字に転落しかねませんのでね株主に対してどうするかということもあるでしょうまあそうしたことを全てクリアしかつ、一番大切な私たちのえこの電気をえこの夏から冬にかけてどういうふうにして供給し得るのかと。 でこれを供給できなければですね、うん、電力会社としての、うん、これは存在価値がありませんのでね、うん、でこれを、えー、すぐにあの前の会長さん、今の会長さんね見た、はい、前の社長さんですが、はい、カタルに飛んで代替、はいえー、エネルギー源を確保する見通し、はい、それから東電にはもう100万キロワットのお電源を融通できませんと、はい、それからまた西日本の各社に対してですね、はい 何とかお願いしたいということをこの数日間で全部やって何としてでも計画停電はしないともうこれ切り抜けてみせるという決断をねなさった泣けてくるような決断ですね、うん、私は本当に感心しましたまたあ大あ方は、まあ、ほっとしているというところもあるかと思うんですあの住民としてはその原発に対しての、うん、ただ、精神的なあの安心感と経済的な安心感というのはまた別のことになっていきますからね。そうですね、うん、僕は あのえー、ここはね、えー、菅首相の背景にある国民の安全安心をこれを守るのだというこの強いメッセージがさすが政治家だと思いましたけども、まあ、私は4号機、5号機は自動的に動けなくなると見てたんです、3号機が12月まで動かなければ4号機を1月に停止させるんですが。うん 動かないですよそれから2か月後、5号機が今度、計画してました、定期的な検査に入るんですけどね、そこで、今度さらに動かされるかというと、3号機が動かせなければ、同じ条件にならなければ動けないので、動けないんですね、この間、夏と冬は少なくとも何回かますね250万キロワットは出せるということだったでしょう。そうししたたことがあありままので私は いかにして安全と電力供給を両立させ、うん、かつ、脱原発の方向に全体向かっているのだなというメッセージは3号機の再開を認めないということだけでも十分だったと思いますがこれは、ね、ものすごい激論があったみたいです。そそうううででしょうね。す、ね、すよ。もう明らかに、ね、4時にあの記者発表する予定だったのが、 時分に下がったんですから私の方には1時半に連絡があるはずだったのが6時過ぎになったんですから前もって記者発表の前にこちらに連絡をするというそういう連絡が入ってたんですけど実際、1時半の連絡予定が6時10分ぐらいになりましたからねその間、官邸でですね経産省、これは原発推進でしょう、基本的にそして首相はハモカに対しては許さんということでですねありとあらゆる可能性を探りながらこれは 国民の安心感をきっちりと確保するために浜岡については東海、えー、東南海あるいは南海8.7のマグニチュードが来た場合に津波が来た場合にそれは対応できないとただ今、止めてもですね今週中に止まると止めても津波が来れば冷却機能が失われかねませんでしょうだからね止めたから安心だってことじゃないんです、ね、同じなんです危険度はですからこここのところは。 あえー、今あ、小瀬さんほっとしたと言われましたけども、うん、あほっとする度合いが大きいとしかし決して油断はできないそういういことですよ、ねえー、だからなるべく早く津波対策をすると、えー、で彼らはです、ねえー、津波対策をした上で再稼働したいというふうに言ってるでしょう、うん、だからそういう意思で絶対に安全なものを作ってみせるという。うんうん まあものすごい会社としての不退転の決意でこの要請に対して正面から受け止めてみせるというので私はここはねはっきり言って東電なんかと比べると中電は一致団結してえこの危機をまあ彼らにとっての危機ですけれども乗り切ってみせるとまあ一方で我々もねこの電源はほぼすべてと言っていいぐらいですけれども中電に頼っているわけですね。ですから私はあの いいろろな問題について、何が問題かその問題について共有しているとどういう解決方法が取られているのかということについても知っていることが大事でねですから、甘井崎の市長さんなどは事件が起こる以前は、ね事故が起こる以前は推進してくれということだった3月1日の事故が起こってからは安全第一だと言われていた今度止めたら動かしてくれと言われるとこういうにコロコロ動いているようじゃだめです。 でそして電力供給が大事なのか、うん、どちらも大事だけど今何をするべきかということについて決断を迫られるでしょう、うん、国に任せている国はちゃんとそれを言ってくれということじゃダメです、うん、まさに今日の話はありませんけども地域主権で自分たちの生命、自分たちの家族、自分たちの地域これをどういうふうにするのが一番いいかということについて自分たちの地域に立地している原発も含めてですけれどもよくその中身を知っていると。うん 例えば砂丘で大丈夫だととと言ってたた砂砂丘丘見ましかにはで7000年の歴史があってちゃんと草も生えてるとしっかりとした土台だというけどその前に前っていうのは海側にですね本当に砂浜があるんですよその砂浜はいつできたのかというとここ10年余りの時なでなぜかというとそこに通つい砂を入れてるんです砂浜がどんどん削られてるからその砂はですねもし津波が来るとそのまま巻き上げられてドバーッと返すとともに 原発にりできますしょだから今まで砂浜作るためにやってたものがそれが規模を置きかれないということでねそうしたことを見ますとあの砂浜はむしろ取った方がいいんじゃないかとトラポットで埋め尽くした方がいいんじゃないかとかですねそういう案も出てくるはずです、これを人任せにしないとそれでまた地元の代表がそれを見に行くときにそらく所長さん、水谷さんという方ですが。 私は彼が自らの生命を言うまでもありませんから従業員、従業員のご家族、こういう人たちの生命、これは預かっているわけですね、えー、で彼らがね、えー、そこに対して危険なままでね仕事をするはずがないというそういうい前提で、えーまあ、あの彼らも説明できるはずですから説明しなくちゃなりませんまあそういう関係ができてます、あの県と中部電力との間には。まあ、今回 交付金が出ると100%、途端に何か安心したようなことを、そういうのはまずい、やはり安全と経済と両方両立させないといけないと、二者卓越じゃないんですね、だって経済がだめになると安全もだめになるし、仮に安全がだめになると経済は。 あそこもし事故が起こればねそんな仕事がなくなるどころか進めななくりますむしろね私が見ると2 0キロ以内に東海道が走っているでしょ東海道新幹線が走ってますねそれから東名が走ってますでしょそこがもし放射能で汚染されたらどうなるかそこは放射能に浴びるからということで通らなくなります通らななくると静岡県はね陸の孤島になりかねません。 ここれは大変なことですです,ですから、これはなんとしてでもそういうことにならないようにしておかないといけないとうん、うん、でもう原発事故は想定内になった、うん、津波1 0ルも想定内になりました、うん、まあですからあのそれに対して対,対処するというのは市場命令ですね、うん、でこれをしてみせると中、うん、殿は言っているしかし私どもはね、えー、ここにあの防災とか原子力の安全委員会これはあのプ,ロプロフェッショナルです、うん、あの本当のの専門家ですねこの人たちに、うん 見ていただくと同時に彼らを通して公開でですね中電とやり取りをしていただく、はい、でそうしてあの地元の方、静岡県、まあ、国民の場合によっては世界の目もここに注がれているので、うんうん、ここはなるほどよくな知って、うんえー、そうした上でえで、ー、安全あるいは経済というものを両立させるということが分かるようにしないとなりませんまさにこれから我々は試練の時に来たと。うん、して こちらにいるね、われわれ静岡県のそのすぐ隣に豊橋からその愛知ずっとね、工場地帯でしょ、うこれは日本の経済の大黒柱ですここがね、中電に支えられてるんですよ、あれ中電と一体ですね、またって、ここのところが、電力がないから、じゃあどっかに行こうかということでね、出てこらなさいよ、それこそ本当に声がなくなります、ですから、運命共同体だと、同じ日本人なんだと。 どういうふうにして我々の持っている科学的な知見技術的なこのあの、えー、レベルの高さこれをね人類に対してこれぐらい持っているんだということただし自然に対しては常に謙虚でないといけないというそれは失ってはならないんですけれどもそれは我々は今回の地震、津波でですね岩手県に対応していますけれどもそこででもね絆がね強くてねこれがやっぱり つまり地域力いい地域文献の一番の基礎、うん、これがありますと立ち直れる、うん、仕方がないという言葉があるでしょう、うん、これは絶望なんですがねしかしね希望に変わる仕方がないだって天才なんだからと、うん、しかしね、えー、世は無常だと、うん、常なるものはないと形あるものは必ず滅びるし、うん、生きてるものは必ず死ぬと、うん、こうした中でですね、うん、全て変わると変わるということはね夜が明けるということです 冬がが来来るるとと必ず春いい方にも変わるということですからねまさに日本人の持っている絶望を希望に変えるいわゆる乗車必須の断りこうした無常というのは案外マイナスで言われますけどもこれが反転してよし、死者のためにもこれを頑張ろうというふうになるんですねだから私は日本人は素晴らしいそういう文化的な遺伝子を持っていると。 でそして同時に科学的な知見も、うん、それから技術的なレベルもね、うん、世界的なものです、うん、だからここはね、うんえー、中電、うんえー、今腕の見せ所、はい、で私どもはそれと一緒に歩んでまいりたいというふうに思ってますね,すね、まあ、あのみんな一人一人にもあの当然節電に努めるということもね,そうですね非常に大事になってきますけれどもね。 えー、そして今あの、その節電に関してはまたあの次回5月24日の、はい、ラジオトークの方で改めて、えー、対策等について伺いたいと思っていますが、えー、今あの、時間がもう少しになってしまいましたけれども今日はの地域主権ということで今あの、お話も少しありましたけれどもその地域主権改革これについて伺おうという、まあ、これが本題だったんですけれどもこちらの方にも少しお話いただきたいのですが。 国がどうするか、法案員が何ていうかという、うん、国は交付金くれるのかとか、まあ、そういうことばっかり言ってるでしょう、うんはい、しかしね、やはり地域のことは地域で自立して決めるんだと、うん、まこれが地域主権という言葉になって、非常に強い言葉です。まあ、本当はまあ地方分権というのが 行政的には正しいいと思いますが国家主権これは国家主権というのは例えば外交とか安全保障とか防衛とか通貨の管理とか、まあ、そうしたものは国がしなくちゃなりませんしかし、自分たちの公園の整備だとかあるいはその例えばパスポートの旅券のこととかねこういうのは市町でもできるんですねだから自分たちのできるところは自分たちでやってしまいましょうということで行政単位の中に今、国のいろいろなこの規制であるとかあるいは 枠があるんですがその中でしか動けないというのは取っ払ってもう少し地域の自立を助けてくださいとで同時に、しかしですねこれは一人一人がなるほど自分の人権というのはあるんですけれどもやっぱ公共的存在だとやはり家も自分の家だけど外から見たらこれはあの全体の景色の一つでしょう。ですから あ公共的な存在、これは新しい公共という言い方でしてますけれどもね、うん、人間、あるいは地域も公共的存在なので、皆、町とか、うん、あるいは市の役場に任せるのではなくて、自分たちのできることは自分たちでやりましょうという、うん、それが一番の根本ですで。どうしてもできないことがあありますそれをじゃあ 自治会にどうしてもできないことは町にどうしてもできないことは市にそしてさらに市ができないことは県にというふうにですね、うん、一人一人が自分たちでこの地域を担っているんだというぐらいのつもりで、うんえー、やるという、うん、そういうあの心あの形と言いますか、はい、これが地域主権ということに込められている哲学ですね。うん 先ほどおっしゃってたあのそのまた、あ、原発のことに,に関してもつながっていきますけれども、はい、私たち一人一人がこの地域で暮らすものとして自分たちの地域をもっとこう知って考えていかなくてはいけないということが、はい、まずは一番ですよね。そうですね、えー、人任せにしない、はい、あ県任せにしない国任せにしないと、うんうん、どうしても任さなくちゃいけないものだけは任してみようと。うんうんうん 私どもはね指し者たち市長に権限をね日本一です一番たくさん権限いろいろな法律を含めて全部差し上げます自分たちやってくださいということでね平成22年で122本法律数を上げてるんですね市長に2位がね106本ですからねだんだんとつとつそういう精神でこれはあの えー、私からではなくて、はい、もう前の、うん、知事さんからずっとそういうね、うんえー、伝統はあるということで素晴らしいことだったと思いますはい、えー。今日は、えー、大事なことだったのであの波木原発のおに関しての評価等について、えー、時間を抑えて伺いました、えー、次回は5月24日火曜日の予定ですのでまたよろしくお願いいたしますありがとうございましたこんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りしました